皆さんおはようございます。ゆうたろうとモンタロウです。今ねちょうどセイコーマートエアポート茨城店の前にやってきました。でこちらはね外の方から入れる入り口になっています。あとね30分もするとオープンの予定となります。今ねちょうど中ではねオープンのね準備が進められています。表の外観はねこのような形で北海道産メロン果汁使用ということでね、メロンソフトのね看板が出ています。それからねこちらには表の外観なんですけどもオレンジの看板セイコーマート出ています。今ね、知り合いの方とねちょっと話をしました。6時半からということでオープン予定だそうです。あ、おはようございます。小林さんどうもありがとうございました。こちら側がね、空港側のセイコーマートのね入り口になります。今ね、社員の方3人の方にお話をさせていただきました。そしたらばねみんなあのモンタロウ君モンジュル君のね動画を見ているということで嬉しいですね。やっぱりあの我々のね動画セイコーマートの方が見ていただいているということで、ね、非常に嬉しいです。まだねちょっと時間がありますのでセイコーマートはね北海道のコンビニで関東にはね約94店舗あります。本日ねこのセイコーマートエアポート茨城店ができて94店舗になります。多少ね閉店したりということがありますので正確なちょっと数字はよくわからないんですが我々の調べではここがね94店舗目のお店となります。茨城県にね、85店舗それからね埼玉県に9店舗ということで茨城にはね85店舗ということで、この前のね、一つ前はセイコーマートグランテラス筑西というね、ところが去年できました。それはね約1年ぶりぐらいでしょうか。1年も経ってないんでしょうかね。それ以来のねオープンということで非常にね期待が高まっています。このねセイコーマートのある場所は非常に便利なところで、今ね国内線で唯一飛行機が飛んでいる、スカイマークさんのね、チェックインカウンターの前にあります。ここがねスカイマークさんのチェックインカウンターです。それでね、こちらが出発の保安検査場になります。こちらがね国内の保安検査場になります。この先ね奥には国際線があるんですけども今はねまだ飛んでません。オミクロン株武漢肺炎ウイルスの関係でね今ね飛行機が飛んでないのでこちらから先のね国際線は使っていません。一番のね飛行機は福岡行きということで7時35分、まだね2時間ほどありますが7時35分にね飛行機が飛ぶということで、そしてねこの茨城空港のターミナルは朝ね6時からオープンということです。でねセイコーマートは朝6時半ということでねオープンになります。ではねオープンまで少し待ちましょう。今ねモンタロウ君はセイコーマートのねエアポート茨城店の、オープンのねチラシを見ていましたらばホットシェフというね、こちら、ものが載っています。カツ丼だとかねあとオープン記念でね、3月10日から、12日土曜日3日間限りなんですけども、各日ね夕方、15時から17時の間ねレジお会計の方、各日ね先着100名様にね、こちらのねバタークロワッサンがいただけるということで
ここのお店はね、フォトシェフが、ないと聞いております。あればね、それに越したことはないんですけども、何かね、もしあればということでね、もしね、ここがなくても、ここからね、約400メートルぐらい先にですね、セイコーマート茨城空港駅前店という、空港前店というね、セイコーマートがあります。そこにはね、ホットシェフがありますので、ここから歩いてもね、400メーターですので、5分とかかかりませんので、もしね、こちらの方で、ホットシェフがなくてね、ホットシェフ食べたいという方がいらっしゃいましたらば、400メートル先のね、セイコーマート茨城空港前店の方にね、いらっしゃってください。ではね、あと15分少々で新しいお店がオープンします。時刻はね、6時20分になりました。あとね、10分程度でオープンになります。文次郎君はね、もう待ちきれなくてハセストカード出しちゃってます。ハセストカードはね、いつも文次郎君に言ってるんですけども、ここでは使えませんよという話をしています。あとね、10分程度でオープンです。文次郎君はね、一番乗りです。時刻はね、6時26分です。モンタロ君はね、今か今かと待っています。まもなくね、オープン予定です。今ね、中で準備を進めています。今日はね、珍しくモンタロウ君がテコンバーカードでね、支払いをすると言っています。今ね、セイコーマートのシャッターが開きました。今ゆっくりとね、シャッターが開いています。3月10日、今ね、ゆっくりとシャッターが開いています。店員の方がね、皆さん並んでいます。今ね、入りま、開きました。ではね、文次郎君は今日一番乗りです。セイコーマートね、一番乗りです。今ね、文次郎君はセイコーマートエアポート茨城店オープンと同時にね、会計をしました。第1号のお客さんとなりました。ちょうどね、今レシートいただきました。レシートにはね、番号出てるでしょうか。番号出てればね、1番ということなんですけども、残念ながらね、レシートのね、発行番号は出ていません。残念ながらね、レシートのね、発行番号は出てないんですけども、文次郎君はね、1番乗りです。とりあえずね、取り急ぎ、1番をね、狙って、買い物だけはね、サイダーと、あとね、ホットシェフがないと言われてたんですけども、おにぎりはありましたね。おにぎりはありました。ベーコンおかかと、塩サバ、こちらがね、置いてありました。びっくりしました。スペースの関係でね、ないという話を聞いてたんですけども、もしかしたらどこからか持ち込んでいるのかちょっと分かりませんけども、おにぎりだけは作れるのかね、ちょっと分かりませんけども、今ね、セイコーマートもうオープンと同時にお客さんがね、流れ込んできました。文次郎君たちはね、記念写真を撮ってくれということで、今ね、記念写真を撮っています。文次郎君はね、ご自慢のハセストカード、セット君はね、今日お支払いしたペコマカード、モンタロウはね、こちらのね、レシートを自慢げに持っています。セコーマートエアポート茨城店、お客さんのね、発行するレシートではこれが1号です。これはね、記念に取っておきましょう。すごいですよね。私もね、セイコーマートずっと回っていました。茨城のね、
グランテラス筑西も行きましたけども1番は取れなかったんですけどね、ここは1番を取りました。またね、これからもセイコーマートがね関東にどん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 進出していけば、その情報を掴んでね我々も、事前にね取材活動してね、取材そして、宣伝活動していきたいと思います。関東にね、1店舗でもセイコーマートが、増えること、それがね私たち関東にセイコーマートを増やす会創価支部としてのね、使命だと感じております。これからもねこのセイコーマートエアポート茨城店のね、ますますの、ね、発展を祈りながらね、今日は、こちらのねレポートを終わりたいと思います。本当にね今もうオープンと同時にお客さんいっぱい来ております。待ちに待ったね、このお店ということになっておりますのでね、これからもね、何回もこちらのお店で、ね、来ることがあると思います。またね、この近所にも400メートル離れたところにも、セイコーマート茨城空港駅、空港前というねセイコーマートあります。そこはね、フルのねホットシェフがありますので、そちらの方もね、お立ち寄りいただければなと思います。もうね飛行機が出発の準備をしておりますので、私どもはこれからね自宅へ帰る支度をしたいと思います。寝癖揺らして雲